はい、こちら LA の街でございます。まだね、朝だから車通りも少ないけど、やばかった昨日。なんかほんと車3つでトドルキさんっていう感じでした。懐かしいね、トドルキさんね。ちょっと昨日しこたま飲みすぎて死にそうなんですけど、今日は今から海へ行って皆様とお話ししたいと思います。海と砂浜と、しかも向こうにさ、山見えますか？この山っていう最強のコラボレーション。なんかさ、神奈川、伊豆とかってそういう感じ？このなんか箱根とかってそういう感じだけど、なんかこれともまたちょっと違うスケールがあるんだよね。てかね、砂浜の広さ分かります？これ死ぬほど砂浜広いの。こんなさ、遠浅のさすで砂浜さ、ないよね、日本ね。めちゃくちゃ広。観覧車まだね、動いてないんやけど、昨日はね、ほんと秒速 5cm って感じで、秒速 5cm だとめっちゃ遅いか。なんかね、めちゃめちゃね、速かったな、観覧車の感じ。いつどうやって乗ってるんですかっていうぐらい速かった。びっくりしたわ。イエーイ、白石 in ニューヨーク。ニューヨークじゃなかったな、何ここ、ロサンゼルス、イエーイ。最高すぎ、マジ。びっくりする、これ。もうすごくない？どれだけ上げが伝わってほしい、マジ。ニューヨーク。コンクリートジャンゴーダーナルヘイノー Nothing can handle It's in New York。 なんかね、ニューヨークの歌しか知らないの私。アリシアキーですよ、これ。でもなんか LA の曲なくねとかって言ったら、もう最近 LA の曲しかなくねって言い返されちゃった。ブルーノマーズとかね、 LA らしいよ。なんか水着も買ったのに水着も着る機会がないわ。今めっちゃ早い時間なの。一緒にね、来てる女の子たちはね、まだお部屋でお顔を作ってて、お顔を作る時まだまだ時間がかかるそうなので、白石だけ今先に出てきて、海よーって、海を加山雄三ごっこしてんの。最高か、マジで。ここでお話しよ、みんなで。ここでお話ししましょう。最高じゃん。眩しすぎてこの顔から変わんないけどさ、なんか今すね毛ちょっとキモいことになってんやけど、なんかこの間さ、女装したっちゃうよ。女装したっちゃうよ。なんかさ、その後もなんか後遺症ですね毛がめっちゃキモいんやけど、なんか許して。でも LA やし、もう半ズボンしかないわーと思って半ズボンでいます、今。はははは。最高じゃない？何これ、どういうこと？この最高さ。やっぱ海っていいね。全然入りたくないけど、体汚くなるし、ベチョベチョになるし、後がめんどくさいから。でもマッチョになったら来てみたいよ、もう一回マッチョを晒しながら。今はちょっと脱げるようなお体じゃないので、無理です。この T シャツ可愛くない？昨日ね、アディダスでね、買ったの。やっぱね、なんか国によってね、ラインナップ違うみたいで、アディダスすごいね、美味しかった。美味しかったじゃないわ、なんだっけ。アディダスね、すごい可愛いにいっぱいあったの。他にも買ったのよ、アディダス。なんかいかにも白石が来てそうって言われたやつ買ったけど、それ今日ね、これからね、ディズニーランド行くんだけど、ディズニーランドにはそれを着てきてほしくないって一緒の女子たちに言われた。みんなはさ、旅は結構なんかいろいろ詰め込む派ですか、詰め込まない派ですか？俺はさ、昔は詰め込む派だったの。海外とか行くと特にさ、そんなにさ、頻繁に行けるもんじゃないからさ、海外行って。だからさ、まあ、その国に行ったらさ、やりたいこと全部さ、詰め込むタイプだったんだけどさ、詰め込むとさ、結構疲れるのよね。最近年のせいか、もう今29歳だから、白さんね、29歳からもう疲れちゃうのね。だからすぐ体力ないし俺。だから最近はね、こう詰め込まないようにしてて、今日もディズニーなんだけど、あんまりさ、朝早くから本気出していこうぜって感じしたら多分もう死ぬから、そうならないように今こうやってね、ゆっくりにしてもらってんの。そう、最近はそうやってね、旅もね、怠けていこうかなと思って。あとさ、なんかさ、学生とかだったらいっぱい詰め込んでもいいと思うんやけど、社会人ってさ、戻った次の日から仕事っていうパターンが結構あって、日本人社会人って、まあ俺も含めてさ、なんならアメリカから日誌の動画上げたからね。もう飛行機さ、10時間ぐらいだったんですけど、ぴったり飛行機10時間で、本当は爆睡しておかないと次の日さ、動けないんだけどさ、もうなんかもう動画編集しなきゃと思って、結局10時間のうち8時間ぐらい動画編集して、2チャンネルの方に上げてる日誌の動画は、飛行機の中でデルタ航空のエコノミーの中でこうやってパチパチってやった賜物だから、皆さん見てください、いっぱい。そうなの、狭い中やと大変だったわ、みんな爆睡してる中さ。そうなの。っていうわけで話が戻ると、社会人ってさ、日から終わった次の日からもう仕事とかってあるから、ここにね、疲れをね、やっぱりね、残しちゃダメだと思うの。それはね、満足度を下げる要因になっちゃうのね、多分旅の。だからやっぱりちょっと物足りないぐらいがちょうどいいと思うの、旅も恋愛も。いい加減ね。そうなの、旅も恋愛もちょっと足りないぐらいがちょうどいいから、ね、それでね、次のね、これ次の日にね、ダメージが残らないっていうのが一番大切なので、そうしてったらいいんじゃないかなと思います。 There's a hero If you look inside your heart You don't have to be afraid Of what you are
あとね、アメリカに来てね、めっちゃ驚くことがね、アメリカって本当にね、全部カードでいけるの。全部カードでいけるから、なんかご飯とか行っても、あの人数分カード出せば全部割り勘にしてくれるし、なんかね、本当に現金使ってない。あのね、自販で買ったぐらいよ。自販で買ったぐらいジュース。でもさ、なんかその自販機もさ、ジュースは3ドルなのにさ、1ドル札しかさ使えなくて、多分防犯上の理由だと思うんですけど。そうだから、なんかね、マジ難易度が高い現金を使う。アメリカ旅行なのにね、1万円しかね、キャッシュね、あれしてないの、エクスチェンジしてないの。エクスチェンジだって、エクスチェンジカレンシーをしてないの。だからね、全然現金を使わない。でもね、カードでバンバン買ってるから、このアディダスの T シャツとか全然ね、もう分からんちゃうよ、どんくらい使ってるか。いくらお金使ったか全然わかんないんだけど、まあもうなんか航空券自体が20万ぐらいしたからっすよね。でもね、なんかその現地のさ、まあご友人というか先輩にさ、先輩がいるんだけど、こっちに、ね、20万かかりましたって言ったら、もうほんとクソみたいな、往復10万ちょっとぐらいで行けたのにみたいな、俺に頼むみたいな、わかんねえよ、どこで頼んだらその10万で行けんだよみたいな。もういいの。でも今回さ、一緒にさ、あと2人の女の子とさ旅してるんだけど、その女の子たちもね、10万10万20万コースだったから、まあもうしょうがない。アメリカって遠いし高い。でもなんかね、昨日ね、車の中で聞いたブルーノマーズが最高だったの。なんか日本でブルーノマーズ聞いてもさ、クソ上げなんだけどさ、あ、なんかブルーノマーズって日本で聞くんじゃなくて LA で聞くもんだなって思った。普通に LA で聞く24カラットマジックとか、なんか24カラットなんだっけ、タイトル忘れちゃったとか、アプタンファンクとかもやばい、マジで。 They said the ice cold Michelle fought by the white girlStarling, whiling, living it up to the city. Got Jack's song and I say no wrong. Got to kiss myself, I'm so pretty. Too hot. Dragon wanna retire, man. Too hot. But then.なんとかなんとか歌詞がわからないって感じで、要はロサンゼルス最高ですっていう動画でした。唯一の心残りは、昨日マッスルビーチ行ったんじゃけど、筋肉マッチをたくさん見るために。でもね、マッスルビーチね、まさかの工事中で、何も遊具も何もないっていう、ね、クソみたいな事態だったので、ね、それだけは本当に悲しかった。というわけで、まだちょっと朝なのでこんな感じのテンションなんですが、ディズニーランド楽しんでいきたいと思います。バイバーイ。 Listen to the song here in my heartMelody I start, but it can't complete. The time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you won't listen. Listen, I am the Lord at a crossroads. Thank you.ナイスシンギングだって、嬉しい。嬉しいね。